すごい。いや、ちょっと待ってください。ちょっと、やった。めんどくさいんですよ、このようにめんどくさいんですけれども、いや、私ね、本当にお聞きしたいのが、今回の会は、はい、あのパパが産前産後とか含めて、こうお子さんもしくはママにできることを、結構パパが何やったらいいか分かれへんっていう方が多いと思うんですけど、まあ、ママからしたら何をやってほしくて、パパからしたらこんなんやった方がいいのかなとか、まあベテランですからね、ちょっとお二人の、はい、はい、お願いします。一瞬ちょっと待ってくれ。待ってくれよ。今のもやっぱり入ってるんだね、その映像の中でね。教えていただきたいな。はい、すいません。はい、マー君どうぞ。お願いします。子育て第2ステージ目のマークが申し上げます。すいません。1回目これできへんかったよね、うん、前の奥さんの時は全くできへんかったこと、うん、はい、だから初めに初婚のパパは絶対できてない、仕事めっちゃ忙しい、うん、俺の仕事は家族を養うことやと思う、はいはいはい、うん、だから帰ってきたら、うん、なんか手伝うっていうことは、うん、俺は手伝ってるんやっていう認識、やってあげてるね、そう、うんうんうん、どや、やったらどや、うん、やっておむつ替えたってる、うん、俺やってるやん、お皿も洗ってるやん、うん、なんでやってるのにこんなに言われなあかんねん、俺家族のためにこんだけ働いてるやん、うん、って意識が男性は基本、うんうん、それを僕は久子と出会って、はい、散々鍛え上げられました。ちょっと待ちや、待ちや、なんか何読めみたいな。それほんとどう変わったんですか、久子さん。いや、あの一緒に講演とかするようになって、うん、はい、もうリアルに講演しながら学ぶ、うん、教えてくれる、うん、男性と女性の脳は違うんだ、そういう知識がありますもんね、っていうのはみんな分かってはしてんねんけども、うんうん、現場、家庭内で、うんうん、それが男が帰ってオフになりたいのは携帯でゲームしたりとか、うん、野球見たいとか、うん、帰ってゆっくりソファーで寝たい、うん、どっちかというとそういう気持ちになる、うん、でそこにパパパパ聞いてって永遠に終わらない話が始まる、うんうん、バッターかっていうのが多いと思うね、うん、でそういう話を講演でして、うん、で実際でも僕もそう、うんうん、夜落ち着いた時に喋り始めるんですよ、ねえ今日ねこんなことが、あ、来た、これは聞かなあかんやっちゃう、うんうんうん、女性が、うん、聞くっていうことで元気になるとも聞いとったんやけど、うん、その理由が全然わからない、うん、俺は男としてその課題、問題を解決してあげるのが男の愛やと思っていた、うん、だから、うん、もうおっぱいが調子が悪いわ、もうミルクに変えたいんやけどおっぱいよねって言って、ミルク変えときや、怒るわけ、うん、そんな聞いてないやっていうね、なんかミニコント始まってますけど、分かりやすくお届けしております。そうそうそう、話を分かりやすく、そうそうそう、そんな言って解決策なんか聞いてないやんか、うん、でそこで僕は悩む、うん、なんで、うん、解決したら次進むやん、うん、それ愛やろ、思ってるから解決案を言ってんやっていう葛藤が何かあったよね、3年、4年ずっと、ずっと、長い、なんて今もちゃいますね、今もね、さっきもやったんですよ。それやってるやないか、ほんと10やってる、15分前っていうのがあって、うん、でも、その中でも聞いてあげることが元気出るんやって、いっぺん聞いてみようって言って、うん、問題解決スイッチを外したわけ、はい、それで、徹底的にうんうんうん、あ、うなずきも2回以上うんうんじゃうんうんうんって言われても適当にふんふんふん、はいはいはいって言われてるみたいな、バカにされてるみたいなってなったんで、なったんで、うん、次はオウム返し、うん、そっか、隣のミミちゃんのママの話やなってオウム返しですよ、そっか、ほんとあれなんか腹立ってきたわ、ほんまに。
それが結構効いてきた。でも、あ、まあ効いてくれてるなって思って、うん、そのなんか、うん、まあ私ら女性が一番パパにしてほしいことって、うん、もちろんまあ家事参加とか子育てに参加してほしいねんけど、うん、それ以前に私の話を聞いてほしい。そこでパシッ切らんといてほしいっていうのが一番あると思うんですよ。それをしてくれた上でさらに子育てとか家事もちょっと手伝ってくれたら最高ってなんねんけど、うん、そこを学び中やねん。中やね、また中、ま、中の人がずっと語ってくれてましたけども、はい、うん、だからそんなところ聞き続けるのめっちゃ難しい、うん、どうしても解決してあげたいって思う。さっき男は川端さんってさ、子供3人もいてはってさ、こんな精力的にやってはってすごいよな、なんかトラブルとか起きたとかせえへんのかなってさっきラーメン食べながら喋ってたんですよ、うん、ほなら本人聞いたらいいよって言われた。はなんか分かっとるわ、言われんでも聞くわよ。お前はなんでいいそうやん、そこやあのね、そうなんですよ。ありがとうございます。わかります、これ本当にそうなの。うちの旦那もそう、こんなんでめっちゃ嫌やって嫌やんって、そここうやったらよかったんじゃない、知ってるわそんな、いやね、いやなんかもう私嫌やって嫌やんって嫌だったね、これでもここのお返しでいいんです。そうなんです、アドバイス絶対してくれねんけど正論やねんけどな。そう、それなんですよ、そう正論やねん、そうそう正論なんですよね。それは素直に聞かれてんじゃん。そうなんです、わかるわかる。だからかなり難しいかもな。だから男性同士だとそういう会話がないってことがないない。女性はそうやもんね、なんか言ったらいやいや、なんかわかる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 がやることもやけど、やんなって言われたらやろうやんなーやろう、ありますね。あんなカフェ行って女性同士スイーツ1個で何時間も喋れる、うん、ありへん。男やったらコーヒー飲みたいな、コーヒー、カフェオレ、ブラックで、美味しかった、うまかった、行こう。何のいつもなんか芝居挟んでくるんですか。ほんまに芝居やりたかった、芝居やりたかった、勝手にやってくれよ、もうほんまに。でもね、これからこの話聞いてうちから何なんか言ってなんか違うトンチンカの返し来たら、あ、これこれって笑えるかもしれないなと今思った。来たー、問題解決、来た来た来た、これが男の愛情やね。あ、私愛されてるって思う。だからそうと思いますね、今の話聞いてると。男の愛の表現の仕方を学校で習えへんや、うん、あ、確かに、うん、だから女性って話を聞いてもらって元気が出るって学校で習えへん、愛されてるって思うんですよ、それで学校で習えへんや、うん、習ってないもん、分かるわけがないやんっていうのを、まあ、しょっちゅう最近は喋ってんねんけども。でもね、私もそういう、まあ、言うたら夫婦の会話の時間を作るっていうのもね、今みたいなこともそうですし、聞いてもらうとか共感してもらうとかもそうやけど、本当にいろんなものに言って、本当にうちの旦那何にもしないんですっていう旦那さんいらっしゃるじゃないですか。そういうのってこっちはどうしたらいいですかね。どうします、もう諦めてましたね、うん、過去、うんうん、もうだからやらんもんやから、たまにやってもらう、やってもらう、ありがとうみたいになるから、うん、もうやってもらって当たり前やって思う頭を外しました。私その話を聞く、うん、もうそれが一番自分が楽になったって、うん、そうそうそう、守るのに自分を、うんうん、腹立つから、腹立ったら自分の人になるから、うん、自分変わった方がいい。いや、それうちの母も言ってた、うん、相手は変えられないけど自分を変えることができるよって言って、うん、そうですよ、嫌なへんって言う旦那は変わらんから、うん、それを受けた時の自分の感情をどう変えるかを考えた方がなんか建設的や、だからね、まあ、ママがいっぱいいっぱいなってなと思ったのが、ご主人に子供見といてって言ったんですって。お母さんご飯作ってて、子供がなんかブロックで遊んでんのパパずっと横で見てんねんけど、何にもほんとずっと見てるだけで遊びもせえへんし、横には洗濯物の山があるんですね、いや畳みながら見てよって、うん、言わな分かれへんのって、これ言わな分からないのって、みんなすごいよな。いや、それは分かるんでしょ、なんでやねんな。ちゃんと1から10まで説明してもらって初めて分かるストーリーが、そうそうそう、洗い物シーンは入れとかで全部洗い物シーンで、ほんでなんかついでに同時進行で洗濯物を畳みながら、ほんで子供もブロックやってるから危なくないか見ながらやってなって言ったら、うん、多分それ、あ、それは分かった、やるわ、そうやね。だからね、こっちにしたら目の前に洗濯物山があるのに
ほんまに子供見といてってほんまに横で見てるだけって、いや畳みながらも見れ、別に見んでもいいんですよ言うたら横におるだけでっていう、その奥さんはもうポロポロ泣いて、言わなわからないんですかね、何にもしてくれなくてってバーって泣きはって、わからないやろな、それは子供の、男は子供の安全確保だけ見てる、見るっていうのも違うもんね、見といてな、危ないこと専用に見とく、安全確保っていう意識と、ママが見といてっていう中身と、遊んであげるっていうのが見といてやん、全く違う、言わな分からへんですか、分かりません、これは旦那もそうだし、男の子にしてはる人たち、はい、男子もみんなそうやから、うんうん、1から10まで100まで全部言ったらへんかったら男の子ができんから、そういう時に、うん、逆に久子は男の心理分かっとって、うん、僕が働いて帰ってきた、うん、ね、しんどい、私は話聞いてほしい、うん、でもマークは今しんどいんや、ゆっくりオフになりたいんやって察して、僕の好きなコーヒーを入れて、うん、さ、何にも言わんとさっとテーブルに置いてくれたことがよくあるんだけど、うん、あれめっちゃラブリーな、嬉しいって、その後にさらに一段進むから耳かきしたろ、めっちゃ好きで耳かきた、知らんけどいつも子供ばっかり、誰おいで、やるで、やるで、流れ下げ、なんで俺に声かけへんねんって思ってるんだ、思ってる、うん、なんかたまに声かけてくれた、うん、次、マーク、いや、これで手のひら乗せられる、そやねん、実はそういう逸話をしながら心の中では、これで旦那の機嫌を上げといたら、その私が頑張ってることをちょっと手伝うわみたいな、僕もやるわみたいな、結局私が楽になるから耳くそっとこって、自分のためだったりとか、ここだけの話そうやった、いや、なんま、なんやねん、ここの絡みいや、でも私ね、だからそうやって言うとね、私はこう旦那に全然なんかもう子育てで終わる時に全部こう旦那のことを何にもしてなかったんですよ。で、あの時なんかちょっと旦那のこの引き出しをきれいに並べたら、りーちゃんがやってくれたの、俺のことやってくれたのってめっちゃ喜んでくれて、だからその話を思い出しました。そうそうそう、子供できるまで、うん、嫁さんは旦那のことに集中するやん、うん、あなたおかえり、また始まったあなたの好きなイカの天ぷら買ってきといたよ、うん、ほんまか、嬉しい、愛してるよ、お風呂にする、食べる、完璧やわね、男にとって帰りたいやん、うん、子供できた後の玄関開けて、キーッと開けたら今なんで帰ってくんねんな、オーラが出てくる、寝かしつけたのにってね、起きるやんか、タイミング読めよ、ご飯はないわ、そんなの帰って行くのが辛い、私のよう旦那帰ってきた時にも、どのタイミングで帰ってきてんねんと腹立った、そっから旦那が本番に、今でもそうですけど帰ってきた気配ゼロでちゃんと帰ってこれるようになりましたよね、え、結構よかった、ちょっと進めるの難しいね、今玄関すっごい音ちっちゃく帰ってくるから、いやでもやっぱりこうパパがやっぱ一番できることというか、まあ、ママの話を聞く、アドバイスをするな、こういうことですね、これでいいんですね、伊坂さん、まずそこです、まずやかな、話聞きに行くっていうことが大事やで、頑張ります、クワの前で誓いますいついかなる時も、伊坂の話を聞こうと、